でもやっぱり食パンとかフランスパン無難にね美味しいですよね。ということで2言目いただいているものを見ていきましょう。焼きそばパンいきましょう。毎朝必ずレーズンバターロールを食べています。あのブツブツとしたレーズンが病みつきになるんですよね。ブツブツ確かにわかるけど、なんかもうちょっといい言い方ないかなって思って探したんですけど、確実にブツブツでしたわかりますわかります。レーズンバターロール美味しいですよねちょっと入ってるねこのレーズンがつぶつぶですよね、多分つぶつぶだけど、でもわかるブツブツっていう感じも一瞬つぶつぶの間違いかなって思ったんですけど、なんか食べた感じ確かにブツブツもしてね、確かにしてますよね。いや確かにこれレーズンがあったぞっていう時がこうなんか当たりの感じがしてね、病みつきになりますよね。美味しい。レーズンバターロール、バターつける派ですか？あでもバターロールか、バター練り込んであるんですよね。なのに私バターつけちゃうんですよね、プラスで。美味しくないですか、バターつけた方がね。つける派かな、どうでしょう。まあね、こうやって毎朝必ずこう何かのパン食べるってね決まってる方多いですよね。うちもね小さい時はチョコチップパン食べてました。私も必ずチョコチップパン食べて朝学校行ってましたね。いやそういうねチョコチップとかレーズンとかが入ってると美味しいんですよね。 いいですね。はい、続いて見ていきましょう。時々売ってるきなこ揚げパンところに罠があるとは、なんかズボンになっちゃった。きなこ揚げパン給食を思い出すといただきました。美味しいですよね美味しい。いやうちも今きなこ揚げパンブーム来てるんですよ。そう、なんか美味しいパン屋さんを発見して、特にきなこ揚げパンが美味しいんですよ。そう、なんか思い出したら面白くなっちゃった。給食の人気メニューですよね、きなこ揚げパン。そんな給食の揚げパンがこう今もね給食じゃないのに食べられるっていうのでね、今すごくね大島家幸せなんですよ私と父がきなこ揚げパン好きで、しょっちゅうねご飯食べた後きなこ揚げパン食べてますね。きなこ揚げパンそう、ご飯食べた後にちょっとずつきなこ揚げパンを食べるんですよ。で2人で食べながら、あの牛乳を飲みながら F1 を見るっていう、このミスマッチさそう、すごいミスマッチですよねいやなんか思い出したら自分の家シュールすぎて面白くなっちゃったでも美味しいですよね。本当学生卒業してもこうやってきなこ揚げパン食べられるとすごい幸せだなと思います続いて見ていきましょう。あクロワッサンが最強ということで、いや本当ねクロワッサン美味しいですよね。朝もねそうクロワッサンにアーモンドが乗ったやつ食べました。いやボロボロするねブツブツからのボロボロ出ちゃった。クロワッサン結構落ちません？結構朝食べるんですけどね、チャチャを膝に乗せながら食べるんですよ。だからポロポロね落ちた、チャチャの頭に落ちて、いや乗せてって言うんです、チャチャだから。朝ねそう乗せてあげるんですけども、クロワッサン食べるときに本当ね気を使うんですよ。そうなんか面白いですね。なんだろうパンでこんなねえ笑うとは思わなかった。で次こそね笑わないやつがいいな続いて見ていきましょう
あ、メロンパン、新しいパン屋さんはまずメロンパンで味を確かめるといただきました。よかった、普通にあと紹介できそう。いや、メロンパン美味しいですよね。確かにこのパン屋さんごとに全然メロンパンって味違いません？そう、メロンパンそんな得意な方じゃないんですよ。だけど美味しいメロンパンもありますよね。で、食べるんですけど、ちょっとね、メロンパン試してみると、いや、ここのメロンパンはちょっと違うってなる時あります。なのでね、確かに新しいパン屋さんとかができたら、このパン屋さんのメロンパンはどんな味なんだろうなっていうのね、確かめてみるのもいいですよね。あ、なるほど、こういう基準をね一つ持ってるっていうのも面白いですね。あ、なるほど。さ、続いて見ていきましょう。最後、口に刺さったウインナーをパンで巻いたあれ。私もわかんない。なんだろうこれ、コンビニで売ってるやつかな。あれですよね、あれあれ。ホットドッグみたいな、あ、アメリカンドッグ、アメリカンドッグかもしれない。あ、それだ、アメリカンドッグですね。なるほど、これもね人気ですよね。私ね食べないんですよこれ。そう、意外と頼んだことがない。アメリカンドッグ、これパンが巻いてあるんですね。で、そのパンを揚げてるんだ。揚げてる？あ、そうなんだ。揚げてなくってウインナーロールみたいなやつもあるんですね。いやね、あれパンなの？なんかちょっとね、なんかね、手が出しづらいんですよ。何かちょっとよくわかんなくて手が出せない。そう。でもみんなもね、パンなのかって今気づいてますよね。なんだと思って食べてたんだろう。でも私も分かんなかった、私も分かんなくていつもちょっと手が出せなかったです。一応パン屋にもあるんですね。そうなんだ、コンビニで結構見かけたり、あと頼めますけどもね、一応パン屋さんにもあるんですね。はい、ということで皆さんからいただいた好きなパンの種類ですね、教えていただきました。ありがとうございました。